次は元気で長生き健康情報です。生活習慣病の予防を目的にした健やか元気会の活動を紹介します。ここでは市民の皆さんが今以上に心も体も元気になれる元気で長生き健康情報をお送りします。今回のテーマは生活習慣病予防です。生活習慣病は毎日の良くない生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気です。かつては成人病と呼ばれていましたが、食生活、運動習慣、喫煙、飲酒、ストレスなど日常の生活習慣の影響が大きいことが分かり、生活習慣病と呼ばれるようになりました。三代市では約6割の方が、がん、心臓病、脳卒中の三大生活習慣病で亡くなっています。三代市には市民特定健康審査がありますが、市の検診結果を見てみると、異常なしと判定された方はわずか 4% しかいません。96% の方は何らかの異常が見つかっています。項目別に見ると、糖尿病を見る検査項目である HbA1c では約7割、血圧では約4割の方が異常値となっています。皆さんの検診結果はいかがでしたか？生活習慣病は知らず知らずのうちに私たちの体を蝕んでいく恐ろしい病気です。自覚症状がほとんどないため、気づいた時には重症になっていることが多くあります。生活習慣病に対しては、とにかく今の生活習慣の見直しをすることが必要です。健康的な生活習慣は、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬と言われています。私は今、新井ふれあい会館に来ています。ここで今、妙高市の自主活動グループ、健やか元気会の皆さんが活動しています。ちょっとお邪魔してみます。健やか元気会は、生活習慣病予防を目的とし、病気にならない体づくりを目指して、毎月1回、第2木曜日に集まって活動しています。会員は現在16人です。会はまず身体測定から始まります。身長、体重はもとより体脂肪、内臓脂肪、BMI 値などを計測して記録します。メタボリックシンドローム解消のため腹囲もチェックします。その後は体を動かします。晴れた日はみんなでウォーキングを行います。冬場や天候の悪い日は室内で体操です。この日はおなじみ氷川きよしのずんどこ節に合わせてリズム体操をしていました。このほか定期健康診断結果についての勉強会、保健師や栄養士を招いての講演会、年に1回は研修旅行を行い、会員同士親睦を深めたり他の団体と交流したりしています。三大生活習慣病、心臓病、それからがん、それから脳卒中、そういうもののですね、病気の怖さをですね、この会員の皆様から認識と関心を高めていただく意味でこの活動を行っております。今年で3年目を迎えるよちよち歩きの会ですが、みんな元気で楽しくやっております。私は元三代村なんですが、皆さん新井市の方で知り合いになれてよかったです。私とてもこの会にね、入会して楽しい、1ヶ月に1回なんですけど楽しみにこの会に出てくるんです。一番私高齢なんですけど、まあついていかないとこはついていかないで、まあ勉強会がてらに会に入って喜んでます。はい。女性が多い中で今回男性2人ということですけれども、参加されていかがでしょうか？いや、大変楽しいのがいいですね。結局ほらいつもくよくよしているとそれが悩みになっちゃって病気になるんじゃないですかね。
健康づくりの秘訣を教えてください。秘訣ね、私あんまりね健康づくりってのね苦手なんですよね、うん、だけどこの会入ってやっぱりいろいろ教えていただいて少しはうちでもってね あの時ああいうことやったなと思いながらやることもあるからそれが少しは秘訣になるかな。健康的な生活習慣は1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬。まずは今の生活習慣の見直しを行い、できるところから始めてみませんか。今年も元気で楽しく頑張りましょう。皆さん楽しそうでしたね。さてバンクーバーオリンピックで冬のスポーツが盛り上がっていますが、市内でも世界を目指す子どもたちが熱戦を繰り広げています。その中でも歴史があり子どもたちが大きな目標とする大会が信越学童親善スキー大会です。今年で57回目を迎える大会で、市内だけでなく上越や長野県の小学生約450人が出場します。アルペンは2月19日の10時から赤倉観光リゾートスキー場、クロスカントリーは9時30分から赤倉観光リゾートクロスカントリーコースで行われます。この大会で活躍した選手はオリンピックにも出場しています。ぜひ会場で未来のオリンピック選手に熱い声援をお送りください。これで妙高ニュース終わります。お別れには幻想的なキャンドルの明かりを。妙高山麓直売センタートマトで行われた鎌倉祭りの様子をお届けします。